ンネル DBM 人事部熊谷です。 DBM 島袋です。生駒夏樹です。株本です。島袋と学ぶ就職活動、伝説のコーナーが帰ってきましたね。はい、はい、毎度おなじみの、はい、島袋さんのために今回は勉強会を開こうというところで、ありがとうございます、はい、今回のテーマをお願いします、熊谷さん。はい、今回は七五三現象というテーマで進めていければと思います。はい、ちなみにこの鴨さん、七五三現象というワードご存知ですか？いや、初めて聞きました。あ、本当ですか？はい、お子さんの行事ではなくてですね、はい、ちょっと就活ワードでして、ちょっと基本的なイメージなどをですね、もろもろまとめたものあるんで、こちら見ていただければと思います。簡単にまとめるとですね、就職から3年以内に、中卒者、高卒者、大卒者と、カテゴリー分けたときにですね、どれぐらいのパーセンテージの人が、離職をしているかというデータになっておりまして、左から学歴別にですね、中卒、高卒、大卒というふうに分けてます。で、結構こう学歴というかですね、卒業している、学校のカテゴリーによって離職率が大きく分かれているというところで、ざっくりですね、7割、5割、3割ということで七五三現象というふうに言われている形ですね。ちょっと高卒若干の乖離はありますけれども、はい、ご愛嬌ということで、はい、でこちらと出典元がですね、厚生労働省になるんですけれども、厚生労働省毎年こういった離職ですねのデータっていうところを集計取られておりまして、若年のですね、若者の早期離職とその後の就業状況というところが結構こう、特に早期離職の方に関してかなりこう社会問題になっていたり、なりつつあったりという状況というところの話になってきます。このグラフが何を伝えたいかですね。そうですよね。2つ可能性としてはあると思ってまして、はい、1つは中卒は青だから忍耐力がないということが言いたいのか、うん、もう一つは就卒はいい企業に就職できない、ブラックに就職しがちだから辞めちゃうよ、いいとこ就職できないよ中卒だと、はい、どっちですか？両方じゃないですか。あとはですね、ちょっと中卒は分からないんですけど、高卒に関してでいくと、大学卒の、大卒の方の就活ほど選択肢はあんまり高卒の方ってなくてですね、当社も昔少し高卒の方採用したことあるんですけど、学校の進路指導の先生からご紹介が来て、1社しか受けられないんですよ。で、受けてもし不合格だったら次紹介されてみたいな感じなので、いくつもこうエントリーしていくつも見比べてっていう選択が高校卒業就職の方はできないケースが多いみたいなんですね。なのでやっぱり必然的にミスマッチ率は高くなっちゃうのかなと。で、いずれにせよ3割だったとしてもやっぱり3年3割って決して低い数字ではなくてですね、早期離職が多いなというところではありますので、ぜひその安易なですね、就職だったりとか、そしてその後の安易な早期離職というところをしない方がいいんじゃないかなという方向の話なんですけれども、やっぱりこう転職、そうです、特にその早期での離職からの転職ってこうキャリアアップにはなかなかならないというかですね、待遇落ちちゃったりとか、多分それなりのこう経験されていて、そういった能力だったりスキルを買われて転職成立っていう場合だとキャリアアップになるケースあるかもしれないんですけど、早期離職って多分ぶっちゃけ何も身についてない状況で辞めてしまってるだけなので。そういった方の待遇がその後転職によって上がったりっていうケースも非常に稀だなと。実際私もこう面接なんかいろいろしていてですね、やっぱりその2社目3社目ってこう転職されている方で、早期離職の後は結構待遇下がって経済的にも苦しかったみたいな話はよく伺いますので。第二新卒とかって新卒とほぼ同じですからね、待遇が。そうですね。下手したら若干年齢上がってしまっている分、ちょっと待遇新卒よりも悪かったりっていう会社もありますしね。この番組見てる人は基本大学生だっていう、はい、と思いますけど、中卒高卒と比べてもあんま意味ないのかもしれないですけど、中卒ってなんですか？あんま出会ったことないです。僕出会ったことないですね。いいのか。なんかさ、高卒はわかるんですけど、中卒ってだいぶ意志が固いですよね。そうですね。普通に流されたらその高校行きそうじゃないですか。はい。逆になんかエッチ聞いてるなと。もしくはよっぽど何かしらののっぴきならない事情でみたいな。意志が固いからなのか、もう勉強したくないからなのか、よくわかんないんですけど、とりあえずこれはなるべく退職しないようにっていうメッセージなんですか。そうですね、まあ、特にやっぱこれからおそらくある程度こう今までと比べると主教官というか、まあ、不況期に入っていく形になると思うので、まあ、安易なこう意思決定による就職ですとか、まあ、あと何よりもこう安易な早期離職っていうのはしない方がいいんじゃないかなという、まあ、警鐘みたいなですね。とはいえ辞めるなら早い方がいいともよく言うじゃないですか。そうですね、はい、だから一回就職して、同期見たりとか、まあ、上司先輩たちを見て、うん、うわ30であのぐらいのしょぼいことしかやってないのかみたいな、はい、なったら逃げるなら早いうちがいいですね。大企業から大企業の転職だったりとか、うん、まあ全てに関してですけど、経験積まないまま30歳とかになっちゃう方がよっぽどリスクで、やばいですね。見極めたらすぐ辞めるという方がいいと思いますけどね。でもちろん入社前にね気づくのが一番ですけど、はい、うん、入社した後気づいたらやっぱ転職のエージェントさんとかも大体ね、だって実際転職の時に若い人で、はい、何も経験積んでないんですけどって言って、うん、23歳とかの人を面接するのと、はい、29とかでこの会社では学べることがないと思いましてって逆に今まで6年7年何やってたんだよってなっちゃう。確かに遅いはないですね。だからそういう意味では別に退職が早いことはあんま僕は否定しないというか、うん、どちらかというと辞めるなら早くっていう、うん、ぐだぐだなんかこうぶら下がってる方がリスクかなと思っちゃうんですけど。そうですね。ことは中卒の方が賢いですね。ある意味。逆に大学出てても 30% 超えってどうなんですかねってとこですけどね。そうですね。あとはまあちょっと退職についてですけど、はい、そのなんかよく石の上にも3年みたいな。はい、確かにいればいるほど、学べることはいっぱいあると思うんですけど、はい、そのなんだろうな。1年間別の会社にいても、まあ、学びはゼロじゃないわけじゃないですか、うん、はい、だから毎年毎年その1年で一番学びが多いその1年にする環境を選べばいいだけだと思うので、うん、この会社に何年いないといけないとかじゃなくて、この会社にいる1年と転職した先での1年どっちがまあ有意義なんだろうなっていう、うん、そういう天秤でこう転職活動を視野に入れるというか、そうですね、考え方の方がまあ建設的というか合理的な気はしますね、はい、しっかり中身を見ようと。大企業とか、まあ、基本的な企業の方は、まあ、ポジショントークじゃないですけど、うん、まあ、立場的に転職した方がいいよってなかなか言いづらいと思うんですけどでもまあ実際学べない会社で3年やるよりかは学べる会社で、まあ、1年ずつ転職してた方が選挙力が上がるっていう可能性の方が高いので、まあ、別に転職っていうところに関してはそんなに否定的になる必要ないのかなと、うん、まあこれからどうせ終身雇用なくなるんだからみたいな感じで、うん、割り切って一番いい環境を選び続けるっていうそういうキャリアもいいかなと思います。そうですね、はい、じゃあちょっと長々と喋りすぎちゃったんですけど、はい、さんどうですか本件です。僕地元中卒めちゃくちゃ多いんで。あ、そうなんですね。沖縄。はい。沖縄なんか、あ、そっか、島袋だ。はい。やっと出身地が明らかになりましたね。そうですね。みんな何するの？中卒で仕事。まあ、とかとかじゃないですかね。多かったりするので。で、10代で結婚。早い。戦国時代とか。同級生でも5人ぐらい子供いる。あ。子供がいらっしゃる同級生が5人じゃなくて、お子さんが5人の家庭がある。子だくさん。じゃ今日はこの辺で。新しい形ですね。じゃあ、ありがとうございました。